ちは、尾上裕和郎です。今日はですね、とうとう記念すべき100張り目のテントをですねデビューしたいと思います。これはですね、もう皆さん知ってらっしゃる天幕のテンゲルスタンダードですね、ノマディカ、はい、いや楽しみですね。まあ、いつものことをこっちの方にスペックは載っけときますので参考にしてみてください。それではちょっとテントの中身を見ていきましょうね。で、一応収納口はあのコードストッパーね。コンプレッションするとこコンプレッションがあります。はい、まず説明書で、これポールですね。ポールはグラスファイバーになります。ガイロープが4本、ペグですね。ペグはですね、これアルミかな、アルミペグで、先はとんがってます。12、13本、フライシートとインナーテントですねになります。それではちょっと設営していきたいと思います。インナーテントはですね、前後があるので注意しててください。で、ちょうどですね、向かいがこちらの黒の服がある方が前ですね。この黒の服が2箇所ありますんで、こっちとこっちですね。2種類、黒が全室用で、これグレー、灰色がインナーテント用ですね。ポールをまず2本組み立てたらクロス状にですね置きます。このグロメットの内側にですね差し込みます。このような感じ。これを計4箇所ですね。もし内側がきつかったら外側に差し込んでも大丈夫です。灰色のフックが全部で13箇所になります。インナー用ですね。そしてこちらの1箇所2箇所は何かというと、これはですね全室用ですね。全室用のポールをつけるとこのような形になります。グロメットからぐるっとですね外側を通ってこうフックをかけて外側を通ってぐるっと回ってこっちのフックでこちらのグロメットになりますね。こちらのベンチレーターを前になるということで、そこら辺を考えて設営すればやりやすいですね。フライシートをかぶせた後はベルクロがですね、各所にあるので付け忘れないようにしてくださいね。前室部分と、後室部分ですね、こちらとこちら、こちらとこちら、ちょっと後室部分は付けにくいです。バックル、オスとメスを付けてこうテンションかけてですね、ぐっと引っ張ります。これ4箇所ですね。想像してたよりも大きいですね。結構大きい。緑なんで虫が結構寄ってきますね。またサイズとかは載せときますので参考にしてみてください。はい、まずペグですね。ペグはインナー4箇所、そして前室部分、後室部分
と両サイドなので9本ですね。前室部分のバンドなんですけど、こちらですね、ここにも穴が開いてるんですよ。でもこの穴、こちらじゃなくてこっち側ですねにかけてこうテンションをかけます。サイド部分、こちらのですね、前室用のポール、グロメットの部分のバンドをペグダウンした後にこうゴムバンドをですねかけるような形になります。で、ベンチレーター、こちらにありますね。これ開閉固定とかはできないですね。もう常に開いたままで、中メッシュになってます。これが前室部分に2箇所ありますね。ガイロープのループが全部で4箇所ついてますね。ファスナーはですね、結構重みがあって動かしやすいです。噛みにくい。で、中を見ると広いっすね。広い。生地はですね、結構しっかりしてます。リップストップですね、こう縦横に、ラインが見えると思うんですけど、縫製シーム処理もしっかりしてます。縫い目のズレとかはですね、見当たらないです。糸のほつれとかもほとんどないですね。いや、さすが天幕さんだ。しょ、インナーのファスナーのスムーズですね。中はこんな感じです。広いですね。もうソロで使うには十分ですよ。これは本当に広い。で、こちらにランタンフックがあります。そして小物入れがですね、小物入れがめっちゃありますね。1、2、3で、こっちにも4、5、6、タブレットをですね、こうやって入れても全然余裕です。ここも小物入れですね。すごい小物入れがたくさんありますね。インナーの側面もリップストップ加工されてあります。こういうループがついてるので、ロープをですね4箇所通して、例えば服をハンガーにかけてつけるとかですね、そういうやり方もできますね。ボトムの生地もですね、結構しっかりした生地で結構滑らかですね。で、インナー出入り口が、2箇所、前室側と後室側があります。なので、まあ2人で寝れば別々に出入りができるってことですね。前も後ろも、フルメッシュ、フルオープン、フルクローズできます。インナーのメッシュはテントの中からしかできないですね。もう中に突っ込むだけ、こうやって突っ込むだけで、こんなしてえらい助かりますね。こういうのはですね、前面メッシュにしてみました。前も後ろもこれだと結構ですね、後室側、前室側を開ければかなり風の抜けが良くなります。うわー、めちゃくちゃ広いっすね。全然余裕です。すごい、横になっても全然問題ないですね。2人行けますね、ほんと余裕で行きます。2人で寝られる、これいいっすね。実寸を測ってみたいと思います。横が150、すごい広っ。90で210ですね。で、こっちが135、125かな、約125で、硬質部分が50。出入り口の横幅の広さはですね、多分ツーリングテントの中でももう1、2を争うんじゃないかな。こんな感じでトグルで固定できます。前室にテーブルとチェアを入れるとこんな感じですね。ちょっとですね、やっぱり、締め切った時がどうかなと思うんですけど、それでもやっぱゆとりはかなりあります。引きこもってキャンプする時は、こんな感じで、感じでやるという感じですね。ちょっとハイバックはきついですね。レギュラーサイズにするとだいぶ
余裕ができます。こっちのチェアの方がいいです。見てわかると思うんですけど、結構ですね、ギリギリですね。やっぱり前閉めると結構、ちょっとこう中で調理とかするとですね、結構干渉しますね。やっぱり横になってですね、使うといいと思います。これだとですね、結構ゆとりはあります。ただですね、テーブルとチェアを置いて、石油ストーブを置くってなると無理ですね。そのスペースはないです、全くですね。逆にですね、ガスストーブぐらいなら、ちっちゃいガスストーブぐらいなら置けますね。上から開けることができます。このような感じで、換気ができるようにですね、作られているので、まあ例えばこちらで調理した場合、水蒸気なんかを逃がすことができますね。こちらのベンチレーターだけではやっぱりちょっと限界があるんで、こちら開けてですね、換気するとかですね。サイドから出入りする場合は、まずこちらのバンドですね、バンドを外します。こちらのゴムの方にですね、ちょっと変えますね。ゴムに変えます。開けて、サイドを開ければこのような感じで、横からですね、外を眺めながらキャンプができるというですね。さらにこちらから出入りができるという、非常に便利です。まず長さ、だいたい130ぐらいですね。まあ210ぐらいかな、130、140ですね。サイド2箇所開けてみました。まあこんな感じにするとですね、風の通りはかなり良くなりますね。風が吹くとかなり涼しい、まあ、ちょうど風が吹いてきましたけどね。ガイロープをつけてみました。ガイロープはですね、紺色で、自材はアルミで、赤ですね、この天幕のマークがついてます。ガイロープは計4本なので、均等に負荷がかかって、風にもですね、強いと思います。こういう感じで使用するとかなりですね、開放感がある状態でキャンプができますね。いろんなパターンでキャンプができるのは最高ですね。こちらのパターンもまた、違った感じで、横からの風の吹き込みをですね、軽減しながらキャンプできるので便利ですね。ちょっと実寸を測りたいと思います。この長さが120ですね。75 150センチですね。まだ140ですね。160センチのポールです。こうグロメットがついてるのですごく助かりますね、ポールを差し込む際は。そして、このポールは別売りです。付属してないので注意してください。でガイロープもですね、4本しかないので、自分で持ってくるしかないですね。前室は、まあ、ランタンフックとかはついてないので、こういうですね、トグル、まあ、あるいはこうグラスファイバー使ってですね、ランタンフックの代わりに、使えると思います。まあ、こちらにちょうどバンドがあるので、こういうものをですね、ランタンフック代わりに使うとかですね。耐水圧実験開始したいと思います。しっかり撥水してます。いい感じ。あ、全然大丈夫そうですね。水漏れなしです。全然シームの間からも漏れもないですね。優秀です。いつものごとくボトムの耐水圧実験しましょうかね。こんな感じあります。よいしょ。全然漏れてきません。素
晴らしい。次はサイドですね。お、大丈夫そうですね。漏れてきてないですね。ここは分かりにくいね。あ、大丈夫ですね。漏れてきてないですね。コットが入るかどうかちょっと見てみたいと思います。お、余裕余裕で入る、すげえあー快適。いやー、これすごい余裕で入りましたよ。まずメリットですね、コンパクト、設営しやすい、前室が広い、まあ、インナーの出入り口が大きくコットが入る、組み立てたまま入るってことですね。で、インナー出入り口前後あって、まあ、2人寝られる、さらに、前室個室別々に移動、出入りができるというですね。インナー出入り口2箇所フルクローズ、フルオープン、フルメッシュにできる。で、フライのサイドを巻き上げ可能、フライドアですね、上からファスナーで開けて、換気ができるというですね。インナーの小物入れがかなり多かったんで、すごくですね、これ助かると思いますね。インナー出入り口ドアを、トグルで固定するわけではなくて、ポケットに入れて収納できる、すごく便利ですね。で、デメリット、まあ、要望でもあるんですけど、まあ、スカートが欲しいですね。あとは多分皆さん同じこと思ってると思うんですけど、アルミポールにしてほしい、まあ、軽量化にもつながりますからね。あとは、フライ出入り口ドアですね、メッシュがあればいいなと思います。ベンチレーターをですね、後部、後室部分にもう1箇所ぐらい増やして、開閉固定可能にできたらいいなと思いました。記念すべき100張り目のテント、いかがだったでしょうか。よかったら参考にしてみてください。一応ですね、実寸を測ってみたいと思います。実寸がだいたい57の、20ですね。重量が 4.61 ですね。テントのですね、ご相談受け付けてますので、気軽に書き込みしてください。市民になって、お答えいたします。またですね、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。今後の励みになります、はい。今回のテント、ぜひぜひ参考にして、欲しい方はですね、購入されてください。それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう、キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう。